勝ちました。なんだよママまだだよ。ほら、あ、遅いな。うわ、すごい。あれよ、父浦。父浦。ちょっと待ってね。お兄ちゃんの方で撮ってあるの？うん。もう16分じゃん。高安です。なんか可愛い感じ。大きくて、くじゃらで、でも頑張ってるし、強いから。父浦。違う。ルサンバヤン。岡なんとか国？国？じゃあ、領空？ダメなパラ。こちらは両国にある力士たちが使う相撲小物を扱うお店。創業は大正時代だといいます。おい、生卵？ここ取るなよ。こっち、後ろ。こういうは。こちらの店では高安応援の張り紙を貼ってました。高安がね、大関になるかどうかっていう感じで本当に盛り上がってますよ。さらに漬物屋さんを訪ねるとここにも張り紙が。高安関が大関になるのももう時間の問題で、一応はこういうのも用意してます。高安や稀勢の里が来店したことがあるそば店。店内に貼られている写真には高安の姿もありました。
将来高安には稀勢の里に続く73代目の横綱になってもらいたいという思いも込めて、格安の730円で販売する大関セット、まもなく販売開始です。一方、全く縁もゆかりもないところも高安一色に染まっていました。静岡県浜松市にあるライオナ思想か店先のコップにはどうやん高安関キャベツ1個55円の文字が。キャベツだけではありません、バナナもゴーゴー激安の55円、安っ。こちらは高安の写真付きでえのきだけもゴーゴー、やっぱり激安55円。宮崎のマンゴーもこちら555円でお入れください。高安が一度も訪れたことがないというこちらのスーパー、なぜ応援セールを始めたのでしょうか。あ、やっぱ私店長高安と言いますけど、たまたま苗字が一緒だったっていうだけで、だんだんしたことと思えなくなってきましたけど。ガランタン買ったね。もう少しだよ。だってね、あともう少しだよ。それあのね、お店ばっかりだからね。まあゴーゴー高安から感動ありがとう。切り替える時がいつか来るのかなと思ってます。感動ありがとう。サンキュー。ちゃんと。だから電話番号わかんないんだって。聞いたんだよ。わかんないんだって。聞いてもらえばいい。誰に。そこ通ってんでしょ。その先生に電話番号教えてくださいって。じゃあそれ聞いてみるよ。何に聞かれてもおかしくない。そしてはやな、よころまこあっあれ、うちも映ってんじゃない。うん。あっ母親が日本人。Nako, kaya pala nag-makeup to? Tignan mo, konti lang mong ano. Ayan. Ang haba nito ah.
髪もそうだから80画面ね89画面もそうです。どんな画面なんですかそれは。ね、私にサインをくれてるところを写したの。すごいすごい。これ待ち受けなんですか。これ待ち受けです。相当ですね。現在およそ650人の会員がいる高安土浦公園。おまんくるまなんでこれうまか。あのさ、ビクナコンテーダーね。しかも外で撮ってたし。はい、大風です。はい、あいいですね、嬉しいですね。もう変わったんだよね。もう変わったかな。あれ、もう頑張れ、高安は。そうだよ。あ、ちょっと待って。あったんだよ、それ。頑張れ。あ、もう終わったんじゃない。この人も来たの。うん、この人。あ、もう終わったな。